ブライダルジャパンプレゼンツ、ベルマーレクイーン武田あかりの湘南トーキング。そしてネット環境からご清聴の皆さん、こんばんは。2017年ベルマーレクイーンの武田あかりです。今夜も始まりました、ベルマーレクイーン武田あかりの湘南トーキング。この番組は30代からの婚活を応援します、ブライダルジャパンの提供でお送りします。改めまして皆さん、こんばんは、武田あかりです。はい、今日は7月11日火曜日ということで、実はですね、先週か、この間の土曜日7月8日にお誕生日を迎えましてですね、あ、すごい個人的なことであれなんですけども、この間の土曜日7月8日に無事誕生日を、24回目の誕生日を迎えて24歳になったんですけれども、まああれです、ツイッターはもちろんそうですけれども、あの試合でお会いするサポーターの方々、当日8日の日はちょうどベルマーレアウェイ戦、大分のアウェイ戦だったので、お会いできてないんですけれども、その前の週の1日のホームゲームでですね、あ、来週お誕生日だねって言ってくださったりして、はい、プレゼントをくださったり、皆様本当にどうもありがとうございます。とても素敵な2回目なんですけど自分の干支、そうだから今年私年女なんですけど、2回目の干支の自分の年の誕生日、すごい素敵な1年の始まりに幕開けになりました。皆様のおかげで本当にどうもありがとうございます。いや、今年もそうですね、もうなんか、いや、なんだかんだお誕生日迎えるまではやっぱり1個年が上がるっていうのに対してもうすでに抵抗を感じていて、なんかちょっと半分2割ぐらいドヨーンってなってたんですけど、でもやっぱりみんなにお祝いしてもらうっていうのはすごくありがたいことだし、とっても嬉しいなって改めて思いました。はい、なんかなんだろう、年齢を重ねるごとに人間的にもそうですけど、ちょっと、ますます成長していけるように頑張ろうと思いました。改めて本当皆様どうもありがとうございました。というわけで、これからのこのお時間はこんな私がお届けしてまいりますので、今日も1時間どうぞよろしくお願いいたします。ねえ、今度の合コンどうする？もうさ、30超えると合コンとか無理じゃない？なんでよ、この前いい感じだったじゃん。ああ、あれ無理無理、あれマザコンだったからね。そうなんだ。実はさ、この前結婚相談所に電話してみたの。マジ？これが意外とさ、よかったんだよ。30代女子の成婚率 90% 以上の実績、パートナー探しならブライダルジャパンにお任せください。ベルマーレクイーン武田あかりの湘南トーキング、午後の9時から放送しています。それではまずはこのコーナー、ベルマーレインフォメーション。はい、このコーナーではプロサッカーチーム湘南ベルマーレの情報や、私武田あかりがおすすめするグッズも紹介していきたいと思います。まずは次回のベルマーレの試合情報です。次回のベルマーレ戦はホームゲームです。7月16日日曜日、今週末の日曜日ですね、東京ヴェルディを迎えての一戦です。キックオフは午後7時19時です。東京ヴェルディとは4月の9日に戦って、菊池俊介選手の2ゴールとジネイ選手のゴールで3対2で勝っています。順位も近い東京ヴェルディとの一戦、ぜひ今度のホームでも勝ちたいですよね。そしてこの日は小田原市民デーとなっています。小田原市にご在住、ご在勤、ご在学の方は割引でお得なチケットご購入できます。ぜひこの機会に BMW スタジアムに足を運んでください。そして最後は私がおすすめするベルマーレグッズです。今回はですね、まあ、グッズと今、グッズなんですけれども、個人的にすごくいいなって思って、
ったのがミサンガでして6月の25日のアウェイの試合にですね、あの日発で行われました横浜 FC とのアウェイ戦に初めて私アウェイ参戦してまいりましてすごい楽しかったんですけども、こうなのでベルマーレのグッズコーナーとかこう初めて、まあ、一般のお客さんとして見て、でその時にミサンガ一目惚れして、しかも結構つけてる方見ててホームゲームでこうフードコートっていうかベルマーレキングベルパークとかでこう皆さんとお話ししてると、こう結構まあ若い方とかもそうですけど、まあ、カバンについてたり普通にまあミサンガ足についてたりするの見ていていいなと思ってて狙ってたんですけどそうだからミサンガすごいいいなって思って今日はおすすめしたいと思います。すごい、まあ、ベルマーレカラーの、まあ、もちろん緑なんですけれども、なんて言うんでしょう、どぎつい緑ではなくてすごくこうカバンにつけるアクセサリーとしても、まあ、もちろん足や手につけるものとしてもすごく馴染みやすい色をしていて、こうベルマーレの模様がたくさん書いてあってすごくおすすめです。あのカラーバレーションとかがあるわけではないんですけども、もうアクセサリーとしてもとても似合うものなので、ぜひぜひいかがでしょうか。お値段は税込み540円、ベル12会員の方は 10% オフです。ちなみにグッズコーナーのあのガラポンの景品としてもありますので、ぜひ皆様チェックしてみてください。以上ベルマーレインフォメーションでした。湘南大好き。はい、このコーナーではこの湘南で行われるイベントや私武田あかりがおすすめする場所を皆様にご紹介していきたいと思います。そしてそしてこのコーナーでは毎度毎度おなじみですね、 FM 湘南ナンパサー DJ のテケさんと一緒に今日もお送りしていきたいと思います。テケさんよろしくお願いします。はい、お願いします。イエーイ。はい、お願いします。今日はねまた特別編というか、はい、初の試みなんですけども、はい、そうなんです、はいはい、事前に取材をしてきました。はい、そうなんです。実は実は私初めてですね、まあ、このスタジオを飛び出し、ええ、外に取材に行ってまいりました、はい、楽しそうだったね本当ねそうですね、非常に楽しくて素敵な時間を過ごさせてもらいましたねえ本当ね、はい、楽しかった。いや、それこういう取材とかをさせていただくのも私人生で初めてだったので、ええ、なんかまあ正直最初はまあワクワクと同じぐらいちょっとドキドキもあったんですけど、もうついてからはもう素晴らしきその景色に景色にもう目を奪われ、そんなの全部すとんでっちゃいました。ずっと目がハートになってますからね。そうなんです、そうなんです、てへてへ。ってことでどこに行ってきたか、はい、そうなんです、ご紹介していただきたいと思いますけども、はい、あのですね、まあ本当この界隈にお住まいの方、これを聞いてくださってる湘南の方はもう皆様ご存知ですよね、洋菓子の専門店のアシさんに行ってまいりましたイエイということで、はい、はい、じゃあそちらの模様を今日たっぷりと、はい、あの今週来週に分けてお届けしていきたいと思いますので、そうですね、はい、2週に分けて今日は前編ということでですかね、アシさんに取材に行ってきた模様をぜひ皆様聞いてください、どうぞ。はい、ということで今日の湘南大好きのコーナーは初めてスタジオの外を飛び出しました、はい、うん、はい、ありがとうございました。ずっと武田さんがリクエストいただいておりました。あ、そうそうそう。はい。そうそうそう。はい。そうなんです。実はずっとリクエストしておりました。まあ、やっぱりこう平塚フードといいますか、平塚グルメってこうすごく皆さんでレベルが高いというか、美味しいものたくさんあるってサポーターさんとかからもうずっと聞いてたんですよ。なんかだからこうそうなんです。あの駅前の実はラーメン屋さんから始まりですね。そう、あの今回取材は今回がもちろん初めてなんですけど、平塚グルメに出会ったのは実は私今回2軒目でして、いやーすごい素敵な、美味しいです。ということで今日は船の素菓子のアシさんにお邪魔をしておりまして、はい、アシカワさんにもお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでまず店に入って武田さん驚かれましたね、はい、そうなんです。あのですね、いや、ま、まず一言に広い、綺麗、素敵っていうのがまず入るんですけど、あとあのケーキって生物じゃない、生菓子じゃないですか、はい、多分やっぱそこが一番引っかかるというか、うん、こう差し上げるにしてももうねパッて持っていけるものならあれですけど、うん、やっぱりちょっと持ち歩きするのってちょっと新鮮さがあれなのかなとか、実はちょっと引っかかるとこあったんですけど、はい、お店入ってまず
ショーケースの上にですね、堂々とですねあの配送のあれが載ってて、なんかだから配送も配送も入れてますね、ってことですよね。毎日のように配送が入って、初めて出会ったんですけど、そんなケーキ屋さんそうですか人生で初めて出会いました。あ、そうですか。普通生菓子だから断りますじゃないですか。あ、生菓子じゃなくて、あれはギフトを中心に。あ、そういうことなんですね。ギフトを送らせていただきますよ。じゃあギフトも種類がたくさんあって、もうギフトいっぱいありますね。マドレーヌ、クッキー、そうですね。あと今でしたらハニーレモンっていう商品。これがね、何すか。実は大きな、何日本経済新聞で全国で第2位になったんです。すごい。そう、レモンを使ったお菓子特集で、で3年前ですけどね。すごい。レモン丸ごとっていうことですか。レモン風味のカステラを作って、それをレモングラスってレモン砂糖を上にコーティングして、それをちょっと何ですかね、専門家の人に取り寄せお願いしたいんですけどって言われて、で試食、すごい、多分あらゆる店舗の試食をした中で、あ、なるほど。で1位は広島だったんですけど、2位はうちだったんですよ。すごい。神奈川だけじゃなくて全国、全国ですよね。そう、すごい。で9月まで販売してるんで。あ、今の時期限定ですか。そうです、今の時期だけなんで、1年中は販売してないんで。あ、それはやっぱり作るあれ。そうですね、作る工程とあと季節感。うーん、でも、1日どれくらい出るんですか。今の時期はそんな、まあ、出てないですけど、ピークではないのかもしれないけど、一番最初経済新聞に出た時は、はい、品物が全部なくなって、すごっ。でそこから全部追っかけで作って、うわ、でトータルで販売した数は4万いくつだった。ちょっと待って、ちょっと待って、私またこれも桁が違ったんだけど4万って言ってましたね。確か製造数は4万で、それ全部完売したんで。すごい。でね、これの特徴はね、はい、冷やしても美味しい。あ、通常はそっか。そうです。常温でも大丈夫ですし、冷やしても大丈夫。どう変わるんですか。常温だとどう、ね、身が、カステラが締まるような感じ でレモン砂糖もパリッ、うん、へえ。で自分は常温の方が好きなんですけど。ああ、そうなんですね。ちょっと柔らかくなった生地を食べるのが好きなんで、まあ多分人それぞれ。そう、例えばお風呂上がりとかに、そう、それやばいやつ、ちょっとさっぱりした中でそれやばいやつ、最後のその蜂蜜の甘さが来るのがね。へえ、でもいいですね。あ、それだとそれこそあれですね、こうほら、なんか冷蔵庫がない場所の方にね、差し上げる時とか、ちょっと生ケーキだと、あの保冷剤、冷蔵庫のないから多分そんなないと思って、お家とかじゃなくて、だからその、ね、その先輩にその差し入れをする時に、こう冷蔵庫がない楽屋とかも、そっか、芝居とかしてるとね。今だったらもう大体管理はされてるんですけど、こう冷蔵庫ちっちゃいからあんまり入らないかなとか、やっぱり気を使うわけじゃないですか。まあ、そうなってくるとやっぱりなんかやっぱチェーン店さんのこうなんとかアソートみたいな感じに選びがちですけど、なんかそうするとみんなと一緒になったりするなって思うから、なんかこうオリジナルのがいいなと思ってたけど、もう私はここに決めました。もう言っちゃうもん、もう私ここ言っちゃうもん、もう、うわー、そうなの、いいですね。ちなみにケーキって今毎日何種類ぐらいコンテンツあるんですか。全部で30種類ですよね。約30種類でも、これでも、減らした数。え、そうなんですか。減らしたんですか。減らしました。2、3種類減らしました。それはなんで、多すぎた。ちょっと多すぎた部分があったんで、ちょっと、まあ、減らして。それでも、いや、30って尋常じゃないですよね。で、その中で1種類は約80から100製造してます。声がちょっと出なかった。80から100つく1種類。いや、すごい。え、一番、あ、だからあれですよね、一番やっぱり出るものが80から100つくってことですか。それはちなみに何ですか。ガトーフレーズとかモンブランとか、うん、あと召し上がってるマンゴーショロとか、やっぱ季節限定のものだったりします。でガトーフレーズ、やっぱショートケーキはね、うん、これが苦手って人はいませんからね。いないですね。あとスポンジも
あれはうちの副社長が、スポンジを何回も改良して、あれ多分10代目か11代目ってことも言ってます、マイキ、そうです。今回はもう安定してますけど、今まで過去を遡ると10代目か11代目だって今のが言ってますね。どんどん進化をしてるわけです。そう、進化を。いや、こんなケーキ屋さんのこと詳しく聞けることなんて人生でないので、すごい嬉しいというか勉強になるというか素敵。でもあれじゃないですか、だから朝はやっぱり早いですか？そうですね、製造の人間はもう朝5時半とか早い人で5時半で、まあその次に早くて、はい、まあ、遅くても7時半前には入ってる状態ですね。いや、1個作るのってどれくらいかかるんですか、時間？時間はどうでしょうね、物にもよりますけど、まあ量が量なんで、それなりの手間はかけてますんで、全部手作りなんで。ですよね。なので、まあ1時間以上かかるものもありますし。うわぁ、そうなんですね。なんだろう、今まで、はい、一番これ出来上がるまで苦労したよっていうのはどういうケーキだったんですか？開発からっていうか、多分全種類じゃないですかね。多分、まあ、うちの自分はあの製造の方に携わってないですけど、副社長の方はもう例えば、はいはい、寝てても目が覚めてレシピを書き直したりとか、あの起きてすぐメモして次の日にやるとかで、納得いくまで商品をずっと作り続けて、でそれがやっとこういうふうにお客様の前に出るっていう。そうですね。すごい。あれですか、その全部なんていうんだろう、そのデザイン担当の方とかは分けてるわけじゃないですか？分けてます。一応あの、うちの裏の工場が1階、2階、3階で分かれてまして、はい、まあ、1階が、まあ、こういう喫茶店のメニューと、あと生菓子、あと焼き菓子、で2階がもう生菓子専門、3階がスポンジの土台とかシュークリームの生地とか、あとはその他のバラの焼き菓子とかを作ってる。で、あと宇宙人気のチーズパイは別の工場で夕日が丘で、いやー、そうなんですね。何かこう、なんて言うんだろう、あの、まあ、部門というか、そう、焼き菓子とか、はい、そういう部門ごとにこうアドバイス出し合ったりとかはあるんですか？そうですね、お互いがお互いに、まあ、あのお互いっていうより、はい、もうみんながあの意識してやってるんで、なんでこう思うよとか、こうだと思う、こういう意見聞いたよとかってことですよね。そうですね。でなおかつ副社長がやっぱりトップになってるんで、副社長の意見がほとんどベースになってますけど、副社長のこだわりですよね。いや、それそう、すごい思ったんです。まず入った瞬間からこだわりすごい持ってらっしゃるんだろうなっていうのがあって、なんかなんていうんだろう、配置とかもすごいこだわってるんだろうなと思いました。なんていうんですか、これはここの隣にあった方がよく見えるとか。あれ実はうちのスタッフがやってるんですよ。そうなんですか。色を被らせないようにしてるんですよ、実は。なるほど。同色化しないように。だからより華やかなんですね。そうです、全部入れ替えてですね、ショーケースの中央とか、はいはいはい、その辺は、まあ、ちょっと売りたい商品とか、あ、おすすめとか、ね、おすすめとか、そういう商品なので、それを組み替えながら、いろんなところに商品を展示して。なんかね、いや、これは勝手な私の、あの、なんていうんですか、こう、あの、想像なんですけど、ショートケーキとか、はい、結構こう、商品としてはこう、あの定番なものが端っこにある。あれは、それは一番お客様が見やすい目線なんですよ。そうなんですか？レジから近いじゃないですか。はい。一番目がいい。で、なおかつ入ってきた時も目がいい。その店によってショーケースの中央っていうのがあるんですよ。例えば、まあ、真ん中が今の、はい、あの真ん中があの商品の中央になる店舗もありますし。あ、そういう意味ですね。入ってきてどこが中央になるかっていうのが入ってきてがポイントなんだ。パッと映った時に
ところ目に入ったものなんですよ。ってことはやっぱり自信があるものってことですよね、はい、だって11代目12代目ぐらいスポンジですもんね。そうすごい。なんか勝手に多分これ人間の、ね、深層心理なのかもしれないですけど、はい、なんか勝手にすごいこう一般的なイメージとしては真ん中っていうものがこう一番真ん中センターみたいな感じかと思う、はいはい、なんかそうやって並べてるのかと思ったらそうじゃないんですね。はい、というわけで洋菓子店アシさんに取材に行ってきた前編をですねお聞きいただきました。はい、はい、いやあれですね、もういやこうやって普段マイクの前でお話ししている自分とは全然違う。いや別に全然これも普通の私なんですけど、もう思いっきりなんかスイッチがオフみたいな感じになってて、なんか完全にね、完全にもう一お客さんみたいな、なんとかなんですか、すごいなんか普通に今一緒に聞きながらいやーって思うとこたくさんあります。もう芝居に持っていくならみたいな目線でね。じゃなんかそんなこと言っちゃって、なんかそんな立場でもないのに、いやなんかこう先輩のやっぱり舞台とか拝見することやっぱり多くて、うん、でその時にこう何か持っていったりこう自分たちも持ってきてもらったりするのでとかすごい思った時に、だからそんなことまでなんかすごいプライベートな感じのことまで言っちゃってあ恥ずかしい。でもまあこんな感じで、まあでもすごく楽しく、ね、今回前編はそのアシさんのこだわりとかね、そうです、ケーキのスポンジも十何回もね重ねてっていうね、12代目ですか、それは美味しいはずだわと。だってすごいなんか一緒にその場にいらっしゃったテケさんもすごい納得しますもんね、うん、お隣ではーって聞いてらっしゃるね、ショーケースのこととかもね、やっぱちゃんとやっぱ工夫凝らされてるんだなっていうのは、うん、すごい思いましたし、はい、すごい個人的なことなんですけど、小さい頃の一番最初の夢は私ケーキ屋さんだったんでそう、すごいそれを今思い出したのは聞いてました。というわけで来週はですねこの続きの後編を聞いて、はい、いよいよまだケーキにありついてませんかそうなんですよ、こう目の前にケーキがこうある状態でお話をしていた、次は後編ですね、いよいよケーキを食べさせてもらうところをですね、より数の部分がより今週以上に出ると思います恥ずかしい。というわけで皆さん来週も楽しみにしていてください。はい、というわけで以上湘南大好きのコーナーでした。ねえ、この前の合コンどうだった？もう最悪、あいつら全員私のこと姉さんって呼ぶのよマジウケる30歳過ぎてから合コンなんて行くもんじゃないわね。そうね、最近ほんと合コン誘われなくなったよね。はあ、どっかにいい男転がってないかな。いい男は転がっていません、自分で捕まえに行くのです。30代女子の成婚率 90% 以上の結婚相談所、縁結びの神様のそばにあるプライダルジャパンにお任せを。ゲストコーナー、はい、ベルマーレクイーン武田あかりの湘南トーキング、午後の9時から放送しております。このゲストコーナーも先々週に引き続き今週もですねゲストの方に来ていただきました。このお時間からは私武田あかりが所属しておりますサンオフィス所属の方ゲストのお招きしてお話をお伺いしていくコーナーです。それでは自己紹介よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。サンオフィスの歌う探偵こと鈴木亮太です。お、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、歌う探偵さん。はい、そうなんですよすごい、あれですよね、音楽事業部の。そうです、サンオフィスの音楽事業部の方で歌手として、うんうんうん、所属させてもらってます、うんうんうん、はい、いや全然私もまあ初めましてではもちろんないですけど、はい、2回目とかですよね。そうですね、そんな事務所で入れ替わり立ち替わりで、うん、ちょっとこうすれ違うぐらいな。タレントさんもねたくさんいるのでね、会う方会わない方いますもんね確かにそうなんですよね、うん、で役者部門と音楽事業部の方なので基本やっぱり一緒にお仕事とかまずやっぱりないので。そうですね、そうなんだ、本当にすれ違った時に、はい、なんかねあれなんですよ、こうこれはラジオなので聞いてくださってる方こう動画じゃないんですけど、あ、動画 YouTube には
アップしてるんですけど、こうどんな方なのかっては見えないと思うんですけど、すんごいね、あれなんです、スラッとした方すぎてスラッとしてるんですよ、すんごい。だから最初すれ違った時一瞬っていうか全然分かんなくて、どなただろうって思って、その後サイトチェックして、あ、鈴木さんだってなりました。ありがとうございます。そう言ってもらえて。歌う探偵さん、探偵もして。そうなんですよ、僕本職探偵なんですよね初めて出会いました、人生探偵さん。なかなかね、探偵が顔出すってことないと思うんで確かに確かにそう、普段はだから尾行したりとか浮気調査したりとか。それ本当に尾行ってするんですか？してます、してます。なんか歌手活動してるときはね、こうやって顔出してるんですけど、うんうん、そうですよね。普段は全然こうひっそりと電柱の裏とかに隠れてたりするんで、メガネかけて変装したりとか、ヒゲつけたりとか、帽子かぶったりとか、普段は多分僕が探偵の仕事をしているときは皆さんには全然気づかれてないと思います、僕がやってる。それやっぱりちょっと空気を消したりするんですか、存在気配は。やっぱ消さないとですね、尾行する上でその調査対象の人にバレてしまったら意味がないので、はいはい、でも本当にあるんですね、尾行なんて。いやもうそこすごいツッコミたさすぎてあれなんです。でもあんまり聞いてもあれですよね、企業秘密とか。いや言える範囲では全然、その個人情報とかに関わることは全然言えないですけど、まあ、探偵の裏話みたいなね、気になることとかは全然お答えできるので。本当ですか、はい。じゃあちょっとその前に、お歌を歌ってらっしゃるということで、あれですよね、お弟子さんなんですよね。そうなんです、僕今歌手活動もしながら、やっぱりさらにこう、うん、歌唱力を高めたいということで、はいはい、広瀬香美さんに今じきじきにレッスンしてもらっていて。知ってます、知ってます。冬になるとゲレンデで流れるそう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 、ロマンスの神様とかも大ヒット曲をたくさん持っている。存じてます、冬の女王ですね。はい、存じてます、すごい、はい、そうなんです。広瀬さんに歌を教えてもらえて。どんな方なんですか、実際。こう僕最初の印象というか、まあ、テレビで見てた印象だと、うん、ちょっときつそうなのかなとかって正直思ってたんですけど、なんかこう強い方って感じがする、うん、でも逆にその真逆で本当に繊細な方で、で面倒見もとてもいいんですよね。だからもうもちろんこう指導してくださるときは、うん、もっとこうした方がいいよって厳しいことを、うん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 、教えてくれるんですけども、うんうんうん、でもそれってやっぱ愛があるから教えてくれることなので、うん、もっとここはこうした方がいいよとか、うん、まあ、歌唱力に関してはもう彼女は現役で活動されている方なの で、もうそういうリアルに今活動している裏話から何から全てこう吸収させてもらって、で僕もどんどん表に出ていきたいなと思うんですけど、もうそのやっぱりストイックですし、朝5時に起きて筋トレを始めるっていう、すごい、そこから彼女の一日が始まるっていうぐらいなんで。一流だな。そうなんですよ、すごいな。いくつになってもやっぱりこう年齢を重ねると歌唱力というか、まあ、はい、高音が出なくなっちゃったりとかっていうのが一般的。そうそうそうなんですよ。だけど彼女はその広瀬さんはそれをさらに伸ばしていこうとしてるぐらいなので、すごい、全然衰えてないですね。むしろもはや逆、もはやこうキーを上げて歌うっていうこの間もストイックだな。そう、コンサートでロマンスの神様をキー1個上げバージョンとかで歌ってるくらいストイックなのでだってロマンスの神様って結構ただでさえ高いですよね。そう、元々高いんですよ。一般の女性歌おうとしたらこれ絶対に、うん、高いです。地声で張れないぐらい高いので、うんうん、うんうん、すごい。 それをさらに上げて歌うっていう、すごい。へえ、でもあれなんだろう、まあなんだろう、一番これを大切に、お歌を歌うときにこれを一番大切にしたいとか、うん、これは自分の根底にあるとかっていうのは、鈴木さんは何なんですか？うん、やっぱりこう、まあ、僕自身がその歌う探偵として活動している上で、うん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 、まあ、男女の問題とかをね、うん、こう男女のなんでしょうねに関わる問題とか、うんうん、そういうのを探偵としてはすごい取り扱うんですよ。そうですよね、確かに。ただ結構その探偵っていうイメージだと、はい、まあ、マイナスなイメージがあったりとか、うん、まあ、浮気調査をしてくる時点でそんなにハッピーな依頼ではないんですけど、確かにただやっぱ皆さんに幸せになってもらいたいっていうのは根本にあって、僕自身も歌で人を勇気づけたいとか、いいな、まあ、恋愛ソングを歌って皆さんに元気になってもらいたいとか、ハッピーになってもらいたいっていう気持ちがありますね。すごい素敵。じゃあ逆に、いやなんか全然ジャンルが違うので、はい、全然お歌のこととか基本全然私
お歌あんまり得意ではない。あのね、声が出ないんですよ。というか声が多分持ってる地声の声質は高いんですけど、喋、うんうん、ってるね、声も高いですもんね。そうなんです、ですよね、うん、そう自分でも最近発見したんですけど、はい、声質は高いんですけど、うん、出せる音域が低いんですよ。わかります、言いたい。その幅がってことですか、うん、そう、幅も狭いし、はい、自分がパッて多分、まあ、得意ではないけど自分がパッて出した時に操れる音域が低いんです。なるほど、なるほど、まあ、幅も狭いし音域自体も低いんです。あ、なるほど、なるほど。だ、結構お芝居も声すごい重要だから、うん、そうですよね、いろいろやっぱりお歌上手な人ってお芝居もやっぱりうまいんですよ、はいはいはい、歌えるんです、やっぱり芝居上手な人、はい、舞台とか特に、うん、なんかだから個人的に自分の声の音とか結構考えたりするんですけど、はい、なんかだからこう自分にとってはこう逆に苦手なので結構今日はいろいろ聞きたいなと思ってるんですけど、ぜひぜひ、はい、なんかあのお歌の中、歌を歌うに関して鈴木さんがこう、うん、まあ、技術的なことになっちゃうと思うんですけど、うん、こう自分の強みとか何なんですか、聞きたいなって思って。僕はこのファルセットを使うのが、ファルセット、あの裏声ですね。あ、高音でも、まあ、男性だとどっちかというと出しづらい声ではあるんですけど、例えば森山直太朗さんの裏声とか、はい、ああいうアーティストがもともと好きで、はい、自分もそういう歌を歌っていきたいなというか、まあ、近い歌を歌っていきたいなっていうのがあるので、ファルセットが得意なんですけど、うんうんうん、あのやっぱり高音が魅力的なアーティストになりたいっていうのはありますね、はい、へー、うん、面白い、なるほどな。確かに男性って基本、まあ、声低い、まあ、当たり前ですけど、女性に比べたら圧倒的に低いので、確かになかなか、確かにいらっしゃらないですよね。なんかちょっとまだまだ聞き足りないんですけど。はい、ということで、あの鈴木さんからお知らせがあるということで、はい、ぜひお願いします。そうなんです、今、はい、まあ、歌う探偵として、はい、ステージアライブとインスタグラムとツイッターっていうのをやってるんですけど、3つやってる、すごい。そう、これ SNS ですね、うん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 、全部。ただこのステージアライブっていうのが、はい、まあ、あまり皆さんまだ知らないかなと思うんですけど、うんうん、あの自分の携帯から生配信してる映像を全国どこにいる方からも見てもらえるっていうサービスで、うん、ネット配信ですね、要はね、ネット配信です。それを今もう2ヶ月くらい、初めて2ヶ月くらい経つんですけど、やってるの で、 でそれ毎日夜10時くらいからね、毎日やってるんですよ。あ、もうそれは固定というか、はい、結構決まってるんですね。固定で僕はやってます。そうなんだ、はい、いや実は私もやってるのでステージのことは知ってるんですけど、そうなんですね、はい、そうなんです。なので こちらを見ていただくと、うんうんうん、毎日ちょっと僕に会いに来てもらえるっていう。おー、いいじゃないですか。お歌歌ってるんですか。歌も歌ってます。皆さんの恋愛相談、結婚相談とか、まあ、雑談しながら、その合間にこう恋愛ソング歌ったりとかしてますので。おー、楽しそう、はい、じゃあそれはステージアライブのなんかホームページというか、あの、あ、そうですね、ステージアライブのアプリをね、検索してもらえればすぐに出てきます、うんうんうん、はい、それダウンロードしていただいて、はい、都築亮太のお名前で、あ、歌う探偵さんの方か、そう、検索してもらえれば一発だと思います。歌う探偵で皆さんぜひ検索してみてください。ぜひファルセット、ファルセット、ファルセット、ぜひ聞いてください。とあとインスタとツイッターも、はい、こちらも歌う探偵でキーワードを検索してもらえれば一発で出てくると思う。お、ぜひ、はい、はい、皆様ぜひぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今日のゲストは歌う探偵さん、鈴木亮太さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。サンオフィスインフォメーション、このお時間からは私武田あかりが所属しておりますサンオフィスの情報をお届けしたいと思います。今日はですね、情報もりもりでお送りしていきたいと思います。まずは舞台の告知が2点ございます。新作の舞台が2作、先週先々週もお送りしてきたんですけど決まっております。10月の末から11月頭、11月末から12月頭の2作になっております。まず最初に公演される方がクロスロードというタイトルのもので、公演日が10月の27日から10月29日、7、8、9の3日間ですね。脚本演出はですね、当サンオフィスに所属しておりますジ・アフターヌーンという男性のユニットがあるんですけど、彼らが作演をいたします。時間の詳細とかはまだちょっと未定なんですけれども、公演場所はシアターブラッツ、あの4月の舞台ありがとうの歌を公演したシアターブラッツですね。新宿御苑前から歩いて2、3分の高リッチな場所となっております。
はい、今後詳細が決まり次第どんどんホームページにアップしていきますので、皆様ぜひぜひチェックしてみてください。そして2作目が君と僕との壊れた世界というタイトルで、こちらは公演日が11月30日から12月の3日まで、こちらの脚本演出は当サオフィスに所属しております俳優もやっております吉川博明が担当いたします。出演者に関してはですね、あのオーディションをさせていただいておりまして、もう顔合わせや、まあ、決定しまして、あのそこからですね今後顔打ち合わせなどに入っていく予定らしいのですが、時間とかはまだ未定でして、詳細が決まり次第ホームページにアップしていきます。公演場所は新宿のシアターモリエールです。この脚本演出の吉川博明は昨年、あの自分でもですね劇団といいますか、結構自分で作ってやっている経験がとてもある人でして、当事務所サンオフィスに来てからは初めてになるんですけれども、それ来る前までで来る前とか自分でやってたみたいなので、脚本演出に関しては結構経験がある、で自分自身も役者として活動してきているものですので、すごいこう役者視点からもそうですし脚本演出の経験もありということで、すごく楽しみな新作書き下ろしですねになっております。皆様ぜひぜひ予定を合わせて10月末と11月末見に来ていただけたら嬉しいです。出演者の発表とかはちょっとまたおいおい今後になっていくんですけど、皆様要チェックお願いします。詳しくはすべてサンオフィスのホームページに載っております。とするともう一つここでですね、あのニューインフォメーションになるんですけど、当事務所のですね、サンオフィスが栃木県の足利で新たに、スクールですね、スクールを開校することになりました。実は先週の土曜日7月8日にですね、その足利での説明会がございまして、はい、私そのサンオフィス、まあ、所属している女優の、まあ、代表の一人として一緒に同行させていただいたんですけれども、説明会をしてまいりました。あの足利で新たにサンオフィスが、まあ、その役者ですね、あの役者を育てるという、今回はですねジュニア部門、ジュニアクラスとか、それ小学生やそれよりももっと年齢上の人たちを対象にしたものとか、はい、そういうふうに クラスも年齢に分けて編成しております。で、あの基本足利スクールでのレッスンになるんですけど、その4回あるうちの最後の4週目はこちら あのサンオフィス東京校の方のレッスンに私たちと混ざってレッスンができる、でそこで布施博さんに習えるということで、はい、オープンいたします。ちょっと詳しい、あの何月何日から開始とかまだちょっと決まっていないんですけれども、こちらも決まり次第していきますので、ぜひこれ聞いてくださ、ネット環境からご清聴くださってる、まあ、北関東圏内の方、やっぱり東京に出るにはちょっと遠すぎるけど夢は諦めたくないという方々のために足利でオープンしていきたいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。以上サンオフィスインフォメーションでした。ねえ、今度の合コンどうする？もうさ、30超えると合コンとか無理じゃない？なんでよ、この前いい感じだったじゃん。ああ、あれ無理無理、あれマザコンだったからね。そうなんだ。実はさ、この前結婚相談所に電話してみたの。マジ？これが意外とさ、よかったんだよ。30代女子の成婚率 90% 以上の実績、パートナー探しならブライダルジャパンにお任せください。あかりとてけの恋愛向上委員会。はい、このコーナーは恋愛アナリストの坂田陽子先生をお招きし、皆様の恋愛に関するお悩み解決したり、恋愛力アップの方法をお伝えしていくコーナーなんですけれども、すいません、今日は恋愛アナリスト坂田陽子先生がお休みでして、その代わりにと言いますか、先ほどゲストコーナーでご紹介いたしました歌の探偵さんに坂田先生の、はい、代ということで一緒にお付き合いいただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日ちょっとメールを短縮してですね。そうですね、はい、ご紹介、はい、お願いします。はい、お悩み相談、婚活に関するお悩み相談いただいてるんですけども、はい、浩二さん30代の男性ですね。はい、で最近
最近婚活をね始めた36歳です、はい、ってことなんですけども、はいはい、せっかく結婚するならば20代前半の女性と結婚したいですとはいえこの前婚活の先生にそれを言うとすごく叱られてしまいましたってことですね。で20代前半の武田さんから見ると、はい、36歳は結婚の対象になりませんか、っていう相談が来ております。どうすか。いやでも結構、ま、周りを見ると全然10歳15歳だったら全然 OK って方はたくさんいます、女性からすると、うん、なんですけど、どう鈴木さん自体おいくつなんですか。僕はね32なんですよ。ああ、うん、そうなんですね。多分20代前半で32歳33歳だったら全然ザラにいそうですけどね。テケさん僕今36 同い年そうだ、テケさんと同じじゃないですか。同い年だと30年、ね、世の男性代表テケさんですから10代前半狙うわけないじゃん嘘あ、本当ですか。話合わないでしょっていうところだったりとかで、36まで自分も行っちゃってるとね、そこは相手に逆にしてくんないだろうってやっぱ思うわけですよ。でも結婚したいんだったらやっぱ近い年で僕は狙っていきますけど、ね、確かにリアル、確かに。でも男性は若い女性が好きっていう傾向にはありますよね。ありますけど、それは若いに越したことないと思う現実見ろよって思いますけどねいやいやいや、でも逆にこう女性の立場からすると10歳15歳上で、あの上が好きなのっていう周りの人はたくさんいますけどね。逆に安心感あるんでしょうね、うん、いますよ、うん、でも逆に言うと何だろう、理想が出てくるわけ。36歳ってこういう人だっていうのは出てくるじゃないですか。確かにね、でもじゃあその今36歳の方がそれなのかっていうのもあるわけですから、多分20代が描いてる36歳に今自分いないと思う。あ、なるほどね、うん、探偵さんからするとどうですか。まあ、僕は全然ありなのかなって思ってて、うんうんうん、例えばじゃあ20代前半の人から、はい、見た女性から見た男性、はいはい、36歳であればもう経済的なことも考えてもやっぱり、ね、安定してるんじゃないかなと思いますし、結婚ってやっぱりただ好き嫌いだけじゃなくてその後の生活とかもあるので、うん、やっぱりそういうところも大事になってくるのかなって。うん、そうすると20代前半の女性で、あの年上の落ち着いた男性を求めるっていうのは全然あると思うので、浩二さんにも諦めても欲しくないなっていうね。じゃあ浩二さんとしてはあれですね、こう20代前半の女性が求める36歳像に近づけば、うん、まあ、それはあると思います、ね、確かに、うんうん、あ、それが一番の近道だ。でも20代前半で婚活パーティーとか来るのかなっていうのも疑問ありますよね。確かに、逆に20代の女性がいるサークルとかにいた方が出会いもあるんじゃないのって思いますけどね。確かに、確かに、確かに、うん、いやそれはそうだわ、うん、あ、そこそうですね、うん、まあ確かにな、20代前半の方もこうわざわざ10歳15歳上を探して参加するわけじゃないじゃないですか、うん、こう出会っていく中で上の方に魅力感じるよってことであって、そうですね、確かに。だから20代前半っていう風に決めずにいや、婚活をしてって20代後半に入れば皆さんやっぱり結婚考えてくる年になると思うんですよね。なのでそこでも全然いいんじゃないかなと思いますけどね。確かに、やっぱじゃあ、まあ年齢は、まあ、若いことに越したことがないのは分かりますけれども、うん、そこ狙うんだったら違うところに狙うべきでしょだって武田さん今の年齢で婚活パーティーとか結婚する場所行かないでしょごめんなさい、行かない、うん、そうですよね、確かに。じゃあより現実的な近道としてそういう結婚相談所であったり、うん、そういうのを考えている浩二さんなのであれば、うん、もうちょっとってことですよね。もう出会いは本当になんていうんですか、それこそ運命的なものだと思って、うん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 、自分で探すっていうよりは出会って素敵な人に出会ったらその人と結婚したいなとか、うん、まあ、付き合いたいなっていうことになると思うんで、確かにそんなにこう的を絞ってするものじゃないのかなって僕は思うので、確かにいい出会いがあればそこで発展していければいいのかなって思いますね。なんかあれですね、普段のあの感じのいやーのさーみたいな感じでちょっと違う結構本格的な恋愛相談講座に今日はなりましたね。なりました、はい、よかったです。というわけで、はい、歌う探偵さんどうもありがとうございました。はい、それではですね、はい、あのこの番組でも皆様からのお悩みたくさん募集しておりますので、FM 湘南ナンパさんのホームページからどしどしお送りください。以上、あかりとテケの恋愛向上委員会でした。ねえ、この前の合コンどうだった？もう最悪、あいつら全員私のこと姉さんって呼ぶのよマジウケる30歳過ぎてから合コンなんて行くもんじゃないわね。そうね、最近ほんと合コン誘われなくなったよね。はあ、どっかにいい男転がってないかな。いい男は転がっていません。自分で捕まえに行くのです。
30代女子の成婚率 90% 以上の結婚相談所、縁結びの神様のそばにあるブライダルジャパンにお任せを。はい、それではエンディングです。まずは次回のベルマーレ試合情報からです。次のベルマーレ戦はホームゲームです。今週末7月16日日曜日、東京ヴェルディを迎えての一戦です。キックオフは午後7時19時です。この日は小田原市民デーとなっています。小田原市にご在住、ご在勤、ご在学の方、割引なチケットをご購入できます。ぜひぜひこの機会に BMW スタジアムに足を運んでください。私たちベルマーレクイーン一同、皆様のお越しをお待ちしております。そしてですね、今まではですね、この湘南トーキングの番組で恋愛のあのコーナーのお悩みの募集は言っていたんですけれども、それ以外にですね、まあ、いわゆる普通オタですね、普通のお便りといいますか、何でもいいですので、私宛ての質問でも何でもいいですので、質問の募集を開始いたしました。FM 湘南ナパさんのホームページ、お問い合わせフォームから何でもいいです。皆様どしどし質問を送ってください。お待ちしております。以上、ベルマルクイーン武田あかりの湘南トーキングでした。それではまた来週お会いしましょう。